小学校の時に見始めて、えー、もう本当不定期で見る夢なんですって。その夢っていうのが、はあ、だから。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。 さあこのチャンネルメンバーシップの方も始まっております。ぜひ皆さん、えー、ご登録の方お願いいたします。えー、そして、えー、チャンネル登録、えー、グッドボタン、あとね、あのコメントの方もいつも読ませていただいております。えー、これからもよろしくお願いいたします。さあ今回楽しみな方来てくださいました。えー、沖縄出身でですね。 おばあさまが光明なユタというはい、えー。徳森ザウルスよりヤースーさんですお願いいたしますよろしくお願いします来 <laughs> てくれたヤスですありがとうございますもう大人気チャンネルでいやいやそんなもう本当にとってもう20万人目前で、はい、もう今年中にね、はい もう皆さんぜひぜひ本当にすごい勢いなんですけども。いい <laughs> もちろんもちろん。<laughs> それはもうねもっともっとね売ろうってことなんですけどもぜひ <はい S 1> 皆さん本当にねあのまあ癒されるしもちろん怖いしあとはねいろんなこうお体の情報とか。さん ちょっとね、霊感がある方なんで、その方ならではの解説とかね、めちゃくちゃ面白いんで、概要欄貼っておきます。ぜひ、本当にね、まだチャンネル登録してない方、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてグッドボタンもお願いいたします。概要欄の方に貼っておきます。本当にお願いいたします。お願いします。そんな言ってくれるんですね。ありがとうございます。すっごい応援してますんで。本当に。だってお忙しでも絶好調で、ご覧ください。こちらのね、漫画が。 ししかもこれあのタイトルお願いします、えー、僕とおばあの不思議な話っていうまさにやすーさんの幼少期のねおばあさんとの思い出を切り取った、うんまあ、お話でやっぱりね不思議なお話が出てくるんですけど、はい、僕も読ませてもらったらあのちょっと何すかねもう怪談会のちびまる子ちゃんっていうか、はい、めちゃくちゃ癒されるし <laughs> あ本当ですかなんか怖い話も出てくるんだけどここに出てくる、うんまあ、おばけさんたちは、はい、決してそういう存在じゃなくって、うんうん、一緒にこうその辺にね 僕らと一緒に生活をしてるんだけどみんなやっぱりいろんな思いがあって、うんはい、なんか怖がるっていうかあそういうあっそうういたかい存在なんだなっていう,そうですね,ただね今日もまたお話しいただくんですけどはい、はい、ちょっとね怖いんですよ<え>前回ヤンスーさんが話してたら、うん、まあ当時ねアクリル板がもう真ん中にあったんですけどす、ね、急にカメラが、うんうん、ヤンスーさんのこの左肩のあたり、うん 顔認証をし始めて、はい、ヤスさんんだったら分かるんですよ、うん、この辺りに急にパパパパパパって顔認証をし始めて「うん、えっ何何何何えなんか来てんのもしかして」と思って「はい、じゃあその辺りよ」って写真撮ったら、はい、<laughs> 写ったっていうねそうあの時のスタッフさんの悲鳴とかパニックみたいな感じになったから <laughs> いやだからあのよくね「あこれ顔っぽいな心霊写真撮れたかも」ってあるじゃないですか、うん、その前に顔認証あってそこを撮ったら写ったから、うん、もうなんか。<laughs> もうガチじゃんってなったんですよいるんじゃないか認証あるからって興味本位で撮ったら映ってる<た> <laughs> すごいことでしたよね映ったっつってでしかもちょっとこう日本人というか海外の方のような顔に見えるねなんて話をしてたら、うん、沖縄の方ではい。 まあそういう場所にちょっと行った後だったっていうなんかそれもね一致しちゃって話の流れとちょっと合っちゃったんでまあね気になる方絶対見てほしいですねそうですねあの写真だけじゃなくてあの撮影風景で見てほしい撮ってる時のあの悲鳴とかを聞いてほしいですねで今日もね何か起こるかもしれませんけどもそうですねでもね本当に素晴らしい方ですから皆さん今日楽しみに聞いていただきたいと思いますはい いすすごいんですけど、はい、今日どんんなな話なんでしょうかあ今日はせっかくのおばあちゃんとの漫画の発売もあったのでちょっとおばあちゃんのやっぱりお話をしたいなと思ってるんですけど、はい、これも僕が幼少期まだ小学校56年生ぐらいの時に体験したお話なんですけどその日僕あの学校から帰ってくるとなんかこうおばあちゃんが僕にこういつもだったらお手伝いを すすんですよ「うん、お茶持ってきて」から始まり、えー、やるんですけどなんかすごい真剣にこう来ててるお客さんんのお話を聞いてたんですよね、うん、パッと見た感じ40代半ばか後半ぐらいの、えー、多分夫婦だろうなっていう2人が座っていてでばあちゃんがこう,うんうんってうなずいてるのを僕はこうドアの外から、まあ、窓みたいになってるこうスライド式のドアだったんでこうパッと見た時にあなんかやってるなと思っておばあ今日なんか真剣な顔してるなと思って家に帰ってきたんですよ。 で一応お客さんがいたのを見てたので、まあ、お茶もお菓子も持ってスーッと中に入っていくと、まあ、そこを中途半端な場所から僕が話を聞いてしまったから完全に理解をしたわけじゃないんですけど、うん、男性の方が怯えてたんですよ、はい、ちょっと違和感あるなって思ったのがあの沖縄の鉛じゃなかったんですよね。 どちらかというか標準語という標準語あの喋ってる感じが標準語だったんであこれ沖縄の人じゃないのかなと思ってすっと僕ばあちゃんの横に座ったんですよ。でばあちゃんも僕の方をパッと見てあの「今日はちょっと難しいよ」って一言言われたんですよ。えー、で、えー、どうやら話の内容をこうパッとまとめるとその男性の方がある夢を見るらしいんです。そ、うん、それはもう昔からだそうでもう 小学校の時に見始めてほ、えー、本当不定期で見る夢なんですってその夢っていうのが人を殺めてししまう夢らしいんですよ、はい、で毎回同じ夢ですごく気味が悪かったとただもう1年ぐらい見ない時もあれば月に1回2回見る時もあると、まあ、それでなんとなくこう夢を見るたびにまたこの夢かってちょっと思う。で、えー、見てるうちにまあ同じ場面で終わる。それがまあ人 ところで終わっちゃうんですよ。こうやってしまったなって思いながら、こうなんかすごく悲しい感覚に襲われるんです。うん、苦しいというかで、それがまあずっと続いてて、中学高校と卒業してえー、ま。大人になってもその夢を見るで、それが続いてたからだんだん不安になってきて。うん、俺いつか人を殺めてしまうんじゃないかそう思ってたらしいんですよね。まあ、そんな中まあ、奥さんと。出会って で奥さんと結婚してその夢がどんどん濃く現れるようになったらしいんですよ。え逆に,そう逆にそう濃くなってきたから、うん、あどうしようともうそのタイミングが近づいてんじゃないかって不安になってたそうなんですよね。 で、なんでばあちゃんのところに来たのかっていうのをばあちゃんが聞いてたんですよ。あんたなんで私ののことと。知ってるそしたらあの奥さんが実は沖縄の方で、うん、で、えーまあ、結婚したのを機に、えーまあ、沖縄に移住しようかっていう話になって、えー、ここに来てからあの奥さんにこのことを相談したんですと結婚 しした後に言うのはちょっと卑怯かもしれないけどまあ僕昔からこういう夢見るんだっていう話をしたら沖縄にはねユタっていう人がいてあのいろんな相談に乗ってくれるからよかったら行ってみないって言って奥さんのお母さんとかおばあちゃんとかの知り合いをたどってってうちのばあちゃんたどり着いてでそれでまあ今日来ることになりました「あそうかそうか」って言って「率直に言うけどあなたの出身地はあの東京か?」って言われてたんですよ。 であそうですはい、あのーまあ、今どちらかといえば、えー、人が多い都内の結構中心地の方に僕実家がありましてっていう話をしてたら「ああこの夢っていうのはねあなたがやることを見てるんじゃなくて過去に起きたことを見てるんだよ」って言われるんですよ。はいで どういうことですかって言ったらあんた奥さんと結婚してからそれが濃く見えるようになったって言うけど今まで見てたのはどんなだったのとかなんかこう白黒な感じで、えー、こう音も何もない中で映像だけがこう流れる感じだったらしいんですよそれが色味を帯びてなんなら押し込んでる感触というか腕の感触も残っていて匂い汗の匂いがするらしいんですよで風が吹いてるのもわかると で周りにこう緑がバーッとあってっていうのがあるんですっていう話をしたら「うんあんたのさ、えー、ついてくれている守護霊さんがもともと兵隊さんだはず」と「えそうなんですか?」とか「そうだねあのまだ若いんだけど」って言われた時ぐらいに僕はパッと見たんですよね。そしたたららだいいい代代後半か60代前半か前ぐらいの 結構若めの守護霊さんんでで、えー、見た感じも私服なんですよポロシャツに何かベルトをちょっと上の方でつけてるような、えー、普通のおじさんって感じだったんですけどで若い頃に兵隊さんをやってたんじゃないかと。で「あんたのおじいさんかね?」って言った瞬間に「あ でも確かに母親に一度聞いたことがありますとおじいさんは兵隊さんで日本のために働いてくれてで今の私たちがあるんだよっていうことを聞いたことあるけどおじいさん自体が若くで亡くなってしまっていることもあって子供がもう大きくなる前にはもう本当ちっちゃい頃に亡くなってしまっている <laughs> 結局お母さん自体も覚えてはないと ただ、えー、お母さんのお母さんおばあちゃんからお話を聞いたりとかして話の中でしか聞いたことはないんだけどおじいちゃんは早く亡くなっててもともと兵隊さんだったっていう話を聞いてその守護霊になってているおじいちゃんがが来てたのが沖縄なん沖縄にこう移住する前に沖縄の観光とか行ったかってばあちゃんが聞いたら「あ行きました」って言って、えー「あんたその時に気持ちが気になるような場所なかったか?」って言われてその男性がぐーっと考えて。 ああでもあの写真館行ったんですよって言って沖縄のそこ行った時にこうなんか団体写真みたいなのを見た時にぐーっと胸が熱くなって、はい、涙がこ,うこぼれそうになった場所がありましたと、うん、もしかしたらそこにおじいちゃんが写ってたのかおじいちゃんの仲間が写ってたのかしたんだはずよと。 だからあのおじいちゃんはそれをずっと亡くなるまで苦に思ってたとこうやってしまったことたそれがあんたの守護霊になることであんたもちょっとこう霊感があることでおじいちゃんとの気持ちがつながりすぎて沖縄っていう場所に戻ってきてしまったことからあのちょっと今日 守護霊さんんとののががりが強くくななっっっててしまってその夢を濃く見るようにただから見るたんびに不安になってた気持ちを「あおじいちゃんこれを悔やんでたんだなと」と、えー、ずっとそれを苦に思ってた心優しいおじいちゃんなんだなって思ってその夢を見るようにすればだんだん見なくなるはずだからそうしてごらんって言われたんですよね。はい、でその男性も「あそうだったんだ」って言って。 ありがとうございますって言って言でその後に「あんたが沖縄の人を選んだ」っていうのもそういうところに意味があるから、うん、あの結婚してあのその人と一緒にいてえ沖縄にいると辛いって思うんだったらえ県外に出た方がいいしここにいて居心地がいいなって思うんだったら残る方を勧めるけどあんた奥さんと結婚しようと思った理由は好きとかそういうのじゃなくてそばにいて当たり前な感覚なかったかって言われて。 まさにそれなんですよそ、ね、ば<ー>にいて当たり前落ち着くこの人がいなきゃダメっていう感覚があったから、うん、やっっっぱり結婚しよよううと思ったって言うんですよねでもう奥さんもほらねよかったねみたいなだから奥さんとつながることであんたの不安を取り除くっていうのもこれも一つの流れだから私のところにこうやって来たとっていうのも流れなんだよって。 でここであんたが知ることで今後の人生もっとおじいちゃんとのつながりがどんどん深くなっていくはずだけどその分あのおじいちゃんに守ってもらえるようになるはずだから安心しなさいでもまだこの夢を見て辛い思いをするんだったらまたうちに来たらいいよって言ってそのおじさんいなくなった帰ってたんですけどそれ以来見てないので多分もう治ったのかなって思ったんですよね。 だからその時に、あ、なんかこう、結婚相手とか、その自分の人生の流れ。自分で選んでるようで、導かれてることって、こんなにも。目の前で、当たり前に行われるんだなと思ったら、すごい僕の中で不思議だったお話です。いや。はい、もうあのー、ね、そういった力がある、うん、高名なおばあちゃん。ですけど、はいはい、もう。超一流のカウンセラーですよね。いや、本当になんか、すごいな、なんか、見透かされてる。 感じが昔は当たり前だったんですけどこう大人になるにつれてどこまで見えてんだろうって不安も出てくるんですよやっぱりこう子供の頃で隠し事ないけど、はい、大人になるとだんだんこう隠し事って増えるじゃないですか、えー、人にバレたくないこととか、うん、そういうのも全部ばあちゃん見えてたのかなと思うとちょっと恥ずかしいなって <laughs> でね、えー、きっと見えてるんだけど、うん、その中でよく、ね、あるんですよ思うんです、僕も、はい、あの、まあ。のま 占い師は全然違いますけどね力がないからただ、はい、当たる占い師といい占い師っていうのがあって、うんうん、当たる占い師はもう見えたこと全部バン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 ン言ってすごい方だと思うんですけど、うん、それを全部言うことがいい占い師かっていうとこれイコールじゃないんですよね,そうですねいい占い師っていうのはこういう部分が見えたけどでもこうならないようにこれをあえて言わずにこっちに行かせるっていうはい、はい、そういう相手に寄り添って相手が結果 プラスに働くように導いてあげられるのが僕はいい占い師だと思うんですね。うん、はいはい、はい、だからもしかしたらおばあちゃんっていろいろ見えてる中でもその方が一番腑に落ちて次また頑張ってやっていこうって思えるような道筋を、うん、こっちを言わずにこうしてる感じがしたから、うん、だから本当にもうだから超一流のカウンセラーでもあるんだなって思っちゃいましたね。<laughs> いやだから僕自身もなんかもう当たり前だったんですけど、その僕。 は要は血縁者じゃないですか、はい、孫だし、ええっていうのがあったからそうなのかなと思ったら他の人に対してもそうなんだっていうのがそこで僕もすごく強く思ったのとあとまあ僕の友達がちょっとこううちのばあちゃんの,このお祓い部屋に。 お菓子が無造作にドンって置いてあるんですよ、えー、でこれって、まあ、僕ら兄弟もみんな食べるし友達来ても食べさせていいよって言うんですけどこう子供が食べるお菓子じゃないんですよ。氷飴とか <laughs> あの割紺糖ののど飴とか <laughs> その何か子供が食べるようなお菓子じゃないんですけど、まあ、そこをみんな食べていいよって僕は言っててで友達と遊んでたらその友達の一人がちょっと貧乏な家の子がいてその子の目をじーってばあちゃんが見て「あんた兄弟いるのか?」って言って。 あ妹がいます」って言って「あそうなんだ」って言ってそしたらその袋ごとバッとお菓子を出して「これ持って帰って食べさせなさい」って言うんですよ。で「えいいんですか?」って言ったから、いいよその代わりあのポケットに入ってるのはこっちで食べた方がいいよ」って言って僕らはいない間にかくれんぼとかしてたからばあちゃんは見てないんですけどそこでそのお菓子を妹たちにあげたくてポケットに入れてたのをばあちゃんは見て。 それをなんかこう袋ででげてたんですよそしたらポケットからなんか申し訳なさそうにこうやって出してでティッシュの上にこう出してで、えー、これはこんなって持って帰るもんじゃないからこの袋で持って帰りなさいねって言ってありがとうございますってその子も言ってたんですけどその袋のお菓子をもらったのと一回ポケットに入れてたやつを戻そうとしたらそれはダメよって汚いよそれは 食べるんだったら今ここで食べなさいって厳しい急に僕もビクンってなってその言い方なんか優しい心はあるけど言い方は知らないっていう <laughs> そんんななばあちゃんも可愛いなと思ったんですけどただねやっぱりそれで自分がね妹たちのことを思ったっていう綺麗な心かもしれないけど、うんはい、盗んでしまったものよりも、うんはい、ちゃんと堂々ともらったものの方がね、うん、自分も快くねみんなにこう、ねはい、食べさせてあげられるし。そう 変なな罪悪感もいいしっていうね、うん、だからやっぱり優しいんですけどね伝え方がね伝え方がも若干雑な部分があるかもしれない、はい、急に怖いんですよ、ね、ただやっぱこの本ね <laughs>、はい、あの漫画の中におばあちゃん登場するんですけど、はい、アカラークスってねちょっとこう眉間にしわ寄せて厳しいんじゃないかなって感じもするし、はい、で口数も少ないおばあちゃんなんですけど、はい、なんか優しいんですよね一言一言が。 僕はもう孫だからすごい優しいって思ってたんですけどやっぱみんなものを喋らないから怖く見えたりとかしてたところがあってでそれをあの僕がこう喋ってる流れをこう漫画にしてもらったんですけどやっぱ漫画の中に描かれてるばあちゃんはどっちかといえば本当のほのばあちゃんの雰囲気にすごく近くて孫の気持ちで読んだら多分おばあちゃんの優しさすごい気付けると思うんですよ。でなんでかっていうとこれ僕漫画読めないんですよ。あの小回りが難しくて こここ行ってこうみみたたいいななの解がよくだからなんか急に展開が変わってるみたいな感じになっちゃうから読めなくて僕漫画ほとんど読んだことなくてなのに漫画を出すっていうのがうーんって思ってたら「分かりました」って言って出来上がったやつをパッと見たらこれは僕みたいに漫画が読めない苦手っていう人も読めるようにっていう杉作さんの優しさがちょっとおばあを通して出たんじゃないかなっていう。 なんか僕今聞いてちょっと勝手に勘違ったことがあるんですけど、うん、あのおばあちゃんのこの中に出てくるセリフっていうのが、はい、決して口数は多くないんですけど、うん、結構生きるる上ででの真理みたいなここととをボソボソっとこう言われるんですよね大人ながらにもこれ見てハッと気づくようなこととか、うん、お化けが出てくるんだけどそれを通した子供への教育になってるんですよね。うん、だから、うん 漫画になったんじゃないのかなって。<ー>子供にこそこれ読んでもらうと、はい,はい、いろんな生きる上で人を大切にするとかっていうものがもうすごく溢れてるから、これ読み終わると結構一冊の本当にこう大事なことが勉強できる教育の本になってるんですよ。うわ、そこまでは僕気づかなかったです。だから漫画なんじゃないですか。<laughs> ああ、なるほど。手に取りやすいですもんね。子供が読めるように、<ー>もうまさに子供たちにも読んでほしいっていうものだからこそ。 そうっすねもう本当にでも漫画が出てから若い層の、えー、YouTube を見てくれる方も増えたので、まあ、そうやって、えー、若い子も呼んでもらえたら本当僕の中では嬉しいなって思うところもあったのでこれがきっかけで幽霊が身近なものだったりとか怖くないものもいるんだなっていうのを分かってもらって。 でそれでなんか人生が変わってくれたら嬉しいですけどね。ちょっともう学校の図書館なんかにも置いてほしいですよね。いやそんな夢っすね自分のね母校の図書館にあったりとかしたらふちゃくちゃ嬉しい。いやぜひもう皆さんがまずはね手に取っていただいてこれ読んでいただいたらもう絶対面白いですからね。口コミで広げていただいてですねいつか図書館に並ぶようなそんな人気の本になるようにぜひ応援の方お願いいたします。お願いします。そして特盛ザウルスはい今もう20万人目前ではい。 すごい勢いですからね。はい、ぜひぜひこれから皆さん応援していただいて、チャンネル登録、グッドボタン、概要欄貼っておきます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。いや、今回もすごかったです。ありがとうございます。はい、いやー、嬉しい、えー。というわけで、はい、ゲスト、徳モリザウルスよりヤスーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お忙しでも絶好調で、あのご覧ください。こちらのね、はい、漫画が。はい。 ししかもこれタイトルお願いします、えー。僕とおばあの不思議な話っていうまさにやすーさんの幼少期のねおばあさんとの思い出を切り取った、うん、まあお話でなんか怖い話も出てくるんだけどここに出てくる、うん、まあお化けさんたちは、うん、決してそういう存在じゃなくって、うんうん、一緒にこうその辺にね僕らと一緒に生活をしてるんだけどみんなやっぱりいろんな思いがあって、うん、なんか怖がるっていうかあ そそういううういいいか存在ななんだなっていうそうですねやもともと人間っていうのが強くて、うん、僕のおばあちゃん自身がお化けの相談にも乗る人だったんですよ、うん、生きてる人だけじゃなくてで生きてる人についてるおばけに対しても相談に乗ってあげて何したらこの人から離れてくれるのっていう,こう和解策を考えたりとかする人だったので、うん、僕の中で小学校の時って一番 お化けに対して幽霊に対して怖いっていう感覚はなかったところもあって本当に僕に声かけてくれるおばあちゃんの幽霊とかいたんんですよあんたいつも分からってるねみたいな感じで声かけられてて「ああどうも」とかって笑ってたけどなんか僕一人の時によく声かけられるからでばあちゃんに「あっちのおばあちゃんいつもなんか僕に手振ってくれたりとか声かけてくれて優しいよね」って言ったら「あっちのおばあもう死んでるよ」って言われて。 そうなのって言ってでもあんたが生まれた時からあのちょっと見,見たりとかしてたからあんたのことは知ってるはずねみたいな感じで言われたりするんで僕、えー、すごい好きだったお話が一個あって一個ってみんな面白いんですけど、はい、あのスパイクねサッカーのスパイクを、はい、あの教室にね置きっぱなしにしちゃって、はい、それをこうねああ取りに行った時にあの証拠口で、はい、まあ不思議なものを見てしまったんだっていうね。 そのまあ幽霊が何もすることなかったのでってことで、うん、その後ヤやスーさんが取った行動っていうのが、うん、なんかすごいあったかくてあ,<ー>、まあ、ある意味幽霊に対してのやスーさんの気持ちというか、うん、なんかね本当に読んだ後に怖い <laughs> <laughs> っていうよりもやっぱりあったかい気持ちになれるっていう、うん、ああそうですねなんかいっぱい言ってもらってこれ書いてくれた杉作さんって方がはい、えー、あの漫画を書いてくれたんですけど本当に僕の YouTube を見てもらって、うん、その中でこうインスピレーションを受けたまま書いてくれてるんですよただそれだけでは足りないっていうことで普段飲んでる焼酎とかを泡盛に変えたりでえっ、ー、と聴いてる曲をみ沖縄民謡に変えたりとかして沖縄の雰囲気を作ってから あの書いたりとかしててそれがすごいことに家のの間取りとかめちゃくちゃゃくそのままなんですよ<え>だからあれ「あれ僕この情報言いましたっけ?」って言ったらいやなんとなくこうイメージ降りてきたのでそのまま書いたらって言ってたからもう書きながらちょっと不思議なこと起きてるやんってなってその方は霊感とかある方全くじゃないけども、は、ないけど。 孫のね、うん、こういった記念すべき1冊目のね、はい、漫画のことを応援してその漫画家の杉作さんの方にちょっとこうお手伝いに行ったんじゃないですか。お、違うよ、よ、よ、こここじゃないよこうだよとかっていうふうに、ん、ただばあちゃんにこの漫画できた時に「おばあ見て!と」と僕とおばあの話がこう漫画になったんだよって見せたら「漫画?」うん。全然興味ない。今ね普通に会話してるように皆さん感じたかもしれませんけど。はい あのおばあちゃんの方はもう亡くなってますねで、僕の守護霊さんでちょこちょこ僕の顔を見に来てくれてっていうだから今もね普通にこうお話ができるわけですもんねはい全然しますねそのおばあちゃん漫画の発売に対してはそんなでしたま全然興味なさそうでしたねおじいが喜ぶんじゃないかって私はフリノっていうおばあとの話がメインなんだけどねって言っておじいさんもいっぱい出てきますからねそうですねじいちゃんもよく出てきましたでもなんか最近本当に新しい層のファンの方も増えてくれたのでなんか 内容とか、あと最後に僕小話をするようにしてるんですけど、小話あの大体会談聞いた後、なんかこうモヤモヤってする話とかもあるじゃないですか？ま、そういうことがないようにまあ、終わりでちょっとした。僕に最近起きた小話を喋って終わるようにしてるんですよね。そっちのファンがちょっと。でき もうすす。ごくそれは嬉しいです僕がも YouTube 始めた頃に島田さんが「話面白いから出てくんない?」って言われて出させてもらってあっという間に3万人ぐらいまで増えて。 でそこからもうトントン拍子な感じなんです。僕の側は。すごいですもんね。いやもう本当にありがたい限りです、ね。だってやっぱりこう沖縄のねお話もできるし、ご自身でね、はい、こう不思議なこう力もあったりとか、あとおばあちゃんがね、何よりももうすごい方だっていうところで、はい、本当にいろんなチャンネルあるけど、そういう方も本当にオンリーワンっていうか、はい、あここでしか聞けない話めちゃくちゃ出てきますもんね。嬉しい。はい、なんだずっと横にいてほしいの。<laughs> すごい気持ちいい。 僕も一子には痛いんですけどただそうなるとね、エアコンの方の設定温度がだいぶ低くなっちゃうんでこっちが凍えちゃうっていう部分あんまり食費とかもかかるんですいませんエアコンだけじゃなくて食費の方もねだってファンの人から食材もらうのやめなさいよ本当に。 で普通こうねなんかプレゼントとかありますけど、うん、なんか食材が多いっていうふうに聞いてますよ。あののデカめシチキンとかね見たことない、はい、サイズのシーチキンとかスパムとか、うん、あとチンしたら食べれるこうおかず系結構多くてなんか最近増えてるのがパックパッックク顔のパック。 増えてるんですよよ確かに顔すすごい疲れた時に貼るといいよって言われたんで貼ってたらちょっとこう「若返ったかも」みたいな感じで思って今体重の方は何キロだったんでしたっけまあでも最近ちょっと痩せて142キロ痩せてこれです痩せて 140? 夏がねやっぱ忙しかったんではい142まで下がっちゃいましたね下がっちゃいましたから本当に本当でも健康にね気をつけてくださいあそうですね